ロベチの長めロベチは、ブルガリア北西部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体。ロベチ州に属する。ソフィアから1 5 0トルにある。プレベン、トロヤン、テテベンに近い。ロベチは、ブルガリア北部のバルカン山が見枠地域にあり、オスム川の両岸に広がっており、山地と平地を結んでいる。町の東部は、 標高250メートルの大地であり、ロベチで最大の公園ストラテ市である。南西部は、ヒサリア、バシブナルなどの丘に囲まれている。北東部の地形は、急激に平地へと変化しており、隣接するプレベン州へと続いている。ロベチの平均標高は、海抜200メートルである。町で最も高い場所は、アクバイル丘であり、その標高は450メートルである。 ロベチには景色の美しい場所があり、公園や休息の地も多い。ストラテシ公園は街の最も高いところにある。公園にある広大なライラックの茂みは街中から見ることができ、春にはとても美しい姿を見せる。そのため、ロベチはライラックの街として知られる。ロベチはブルガリアで最も古い街の一つである。 人の居住の痕跡は大変古くからこの地域で見られ、主に町の近くの洞窟に集中している。山と平地の間にあり、川が流れるという地理的な優位性がその理由の一つと考えられる。町の最古の住人はトラキア人のメルディ族であり、紀元前4世紀から紀元前3世紀にかけて居住していた。 この地域は彼らの首都としてメルタと呼ばれ、その場所は今日ではバロシャと呼ばれ保護区となっている。後にバルカン半島がローマ帝国の支配下となるとプレジュディウムと呼ばれる軍の中屯地が街の付近に築かれた。これは古代ローマの街道沿いに位置し戦略的に重要な拠点であった。街道の一部は現在でもロベチに残されている。ローマ都市ヒサリアが 現在のヒサリャ丘の上に建てられた。1187年には、ブルガリア帝国と東ローマ帝国の講和条約がこの地で結ばれ、第二次ブルガリア帝国として、ブルガリアの独立が認められた。12世紀、ロベチは重要な交易の拠点となり、ブルガリアで最も大きい都市の一つとなった。14世紀のオスマン帝国による侵略は町を通過することはなかったものの、 1446年、最終的には、ヒサリア要塞も、オスマン帝国に制圧された。その後、ロベチは、トルコ人の居住禁止や、ブルガリア人の家にチェリとしての徴用の免除などの特権を与えられた。17世紀、ロベチはトルコ語で、ロフチャと呼ばれ、交易の拠点として再興し、ブルガリアで最も豊かな町の一つとなった。町は、 黄金のロベチと呼ばれるようになった。1784年は、ロベチにとって、歴史上最も恐ろしい年となった。街のほぼすべてが、オスマン帝国の軍によって破壊され、焼き払われた。およそ2万人いた市民は4600人にまで、減少した。オスマン帝国に対する革命運動が始まった、ブルガリア民族復興期、ロベチは、 バシル・レフスキの内部革命組織の作戦拠点、秘密革命委員会が置かれた。レフスキは、ロベチ近郊の村ククリナで、オスマン帝国の軍に逮捕され、後に、ソフィアで、公主刑に処された。ロベチの旧市街には、バシル・レフスキに関するブルガリアで最大の博物館があり、レフスキのノートや衣服、武器などの遺品が収蔵されている。 ロベチ中心部ロベチ中心部、ブルガリア民族復興保存地区、バロシャ屋根付橋古代の要塞バロシャ制度1872年から1874年にかけて、ブルガリアの建築家、コリュフィチェトとして知られるニコラフィチェフは、有名な屋根付橋ポクリティアモストを建設した。橋は1925年に破壊されたものの、1931年に復興した。 橋は町の新市街と旧市街を結んでいる。橋にはカフェや小さなレストラン、土産物店などが並んでいる。ロト戦争の間、ロベチでは、ロベチの戦いとして知られる重要な戦闘があった。ロベチ基礎自治体には、その中心であるロベチをはじめ、以下の町村が存在している。ありがとうございます。